司馬相は秦王となり、新しい時代の準備を始めた。しかし、秦王即位の1年後、司馬相は帰らぬ人となる。後を継いだ司馬相の息子司馬遠は義弟に退位を迫り、魏王朝を滅ぼす。そして皇帝となった。やがて呉も幾度かの政変で国力を失い、秦王朝の成立から15年の後に秦に降伏する。最強の王に乱世をどこまで暴れ続けてやるぜ。勝って勝ち続ける。秦義を乱世に貫き通すのみ。この未来決して俺は愛する友や家族のために。死ぬまでやめられねえ。思考の国を目指さん。戦に死ぬ要塞の弓に加減なしを。そのつかまえ加減なしを果たすまで突き進む。かくして曹操、孫権、劉備によってなった三国はことごとく司馬一族のもとに収められたのであった。